さあ今回はジョーカー、黒と白の対決ですな。まああれなんですよね、最終的にはとんでもなく強いキャラで落ち着いてる感じするんですけど、僕はこの手のキャラを使うのが苦手でね、むしろ何が強いのか、使われた時は殺意すらもう感じますけどね。でもな、自分で使うと恐ろしく使えないんだよな。チキシオ、そういうところも含めて、俺はジョーカー苦手だよ、この野郎。原作やったのに未だに好感度が上がりきってないからな。やめて、やめて。やめて。マカラカ、マカラカ、マカラカ、マカラカ。うえ。いや、やれやれ。うおっ、それひー、死にたくない。へっ、うれ、いてよ、椅子いてよ。しっかりうまく当てるもんだな、ジョーカーはな。対策はされるよな、それぞれ思い思いのさ。そう、うれ、うれ、いったぜ。よしよしよし、見るからに慣れてね、ジョーカーだからちょっと恥ずかしいまであるんだが、よし、やめて。チョコマカと逃げおるわ。怖っ。うえ。ひーやー。えい。危ねえし、死ぬかと思ったわ。やめてください、ほんと。やめてください、ほんと。ちょっと PTA に文句言いますよ。僕、学生だぞ。我、学生ぞ。くそ、空に逃げやがる。うれ、いやー、狙いは悪くなかった。結構芸術点溜まってるよ。え、何これ。何が起こってんのかわからないけど、負けたことだけはわかる。そう、落ちるんじゃねえかな、ジョーカー。手応え全然なかったぞ、こっから先のいけそうな可能性とか。可能性を感じないまま連戦ですよ。よろしくお願いします。下気を使っていこうぜ。で、そうだね、まあこのキャラ何喋っていいのかよく分かってないので、このビップサバイバルの本当の目的を話したけどボツになってた気がするんだよな、ということで話させていただこう。わしの好きなルールは、こうアイテムありでたまに笑いが生まれるような試合を好むんだけどね。うん、よいしょっと。だけどそれをやろうとすると、ビップだとなかなかマッチングまで時間がかかってしまうんですよね。よし、ブチ切れてますっていうのをアピールしてくれたわけだね。ちょっと待ってくれ、怖えよ。よし、だから無理やり使って、アイテムありの乱闘をやりやすくするっていうのが一つの目的だったりします。なので私的にはどっちに転ぼうがそんなに悪い話じゃないんだよね、これ。で、それでいて動画のネタを考えなくて済むっていう実は非常にライトな企画なんだよね、これ。で、その間に別の企画を進行するってのが本来の目的だったんですけど、そっちがさっぱりなんだよな、困ったことにな。よし、まあ一応動いてはいます、そっちの方も。なのでこのシリーズが終わるということは新しい何かが始まるわけでね、そっちの方もよろしくお願いしますっていう、ちょっとした宣伝も兼ねたあれだぜ。え？
ッケー、オッケー、うれ、お、ショベルも参加するかい。ただね、最近のキャラであるあるなんですけど、なんでか知らんけど戦闘力が思ってたより高いので、全部負けてようが落ちてないことあるよな。これではまだ相手周り乱闘を自由にできない環境になっている。ひで、ひで。これ相手張りだからな、あの再戦成立しない可能性あるんですよ。でアイテムで負けたから普通の乱闘で分からせてやるぜっていうタイプだったら連戦してくれそうなんですけど、そこがあんまり期待できないんだよな。ほらね、というわけでネス君か、どうすればいいんだ。ピキファイヤー、ピキファイヤー、やめろ、うえ、おいおい、怖い怖い、やめろ、もっと長くチャージしないとな、もっといけるわ。あっ見切られてんじゃんこの野郎、おれ、よし、多分変身したメタモンの方が俺よりうまいぞジョーカーは。流す流す流す、あー死んだ、マジかよあいつ、頼りにならないぜ。そら、オッケー、よし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 、今アルセールタイムだからね。ふい、そら、後ろにも判定はあるはずだから、そこをうまく活用してけ。あっつつつつつ、あっつつつつつ、やめてくださいやめてください、えっ、ほっ、おー空中へ、よっか、やだ、オッケーオッケーオッケー、そりゃ、あっ、オッケー、つながれ、よっしゃー、俺には仲間がいるからよ、いくぜ、ズバー、とてもじゃないがガバガバやらかしてるとは思えないんだよな。ほい、にょっきり、メタル、メタル、メタル、うれ、ふっはっはっは、よし、なんか勝った感全然ねえな。勝った感でいいけど、まあええ、まあええ、まあええわ、まあええわ。そこら辺のなんかあのアイテムを投げてからどの技出すべきとかの判断だけは早えな。なんか覚醒した気がします。ジョーカー行けますよ、こっから見せてやります。というかアイテムあるけどな、まあそんなの関係ない、どちらにせよ見せてやるぜジョーカーの強みってやつをよ。やめてください、ほいほいっと、そう、あ、これはもうジョーカーですわみたいなところお見せしちゃおっかな、ほいっと、かー、うお、避けた、腕に判定ないんだな、うれ、よっと、やめたまえ、うれ、やめろー、ひっ、オッケー、笑顔、 DA からのほれ、よし、掴んだ、ナックルズさん、やっちゃってください。おお、命がけでストックを取ったか、オッケー、なんとかこいつか、邪魔、あ、こうしよう、有効活用。そう、敵のアイテムを逆に活用するという手もあるのだ。チキショー、あれ、まあボールのそれじゃないからオッケー、えい、ひー、いいぞいいぞ、そこです、オッケー、こっちは戻れるからよ、当てやすいんだぜ。
後悔しても遅いぞ。イエーイ。そっちに飛ぶのか。行くぜー、モクモク。あ、移動が早すぎる。すごい。おれ。いきなり小さくなるなんて。うれ。うっしゃ。そうだ。ふっ。こうやって使うんだぜ。ほい。おお、やめろ。ひっ。おれ、空中白絵が強いって聞きましてね。ぶっぶちゃん。嘘や、嘘や。あんな都合よく爆発するとかある？プラグやった、チクショー。またお前か。よろしくお願いします。まあ前回と同じタイミングでの録画ですからね。そりゃいるよね。よし。ですがまあ体力制ではなくこちら側のルールゆえ。よし。オッケー。ふっふっふ。ほら、やった。ダメージは加速するぜ。うれ。やめろ。怖いわ。やった。餌だぜ、俺自身がよ。さあ、こわもてのおっちゃん、二人がかりでおもてなし。やっちゃって。うれ、やった。うれ、よ。おれ。よし。そら。DA。おっと、カウンターが早すぎたか。いって。助かった。よし、そこですね。いつの間にかゲージを貯めておいたぞ。 See you ジャギー。 OK。 うめえ。そこ狙ってくるか。やめろ、やめろ、やめろ。うれ。よし、すい。やっちゃってミドラちゃん。おら、よっと。しゃあない、食らうぜ。痛えけどこれでゲージは終了だ。ふっ、そい。おれ。あと隙あんのよ、それ。オッケー。確実に入れていくぞ。 100% いった。ただな、あれだな、即死圏内まで粘った方が良かったかもな。あ、おい。悲しいな。というわけで今回、これでちょうど5試合目なので、僕はとんずらします。ありがとうございました。容疑者はここよー。